それではですね、ただいまより白菜の直巻き栽培について、やってみたいと思います。まずこれは1メーターの物差しですね。株間50センチということで、やります。ちょっと軽く筋をつけまして、5、6粒ですね、1箇所に置きます。そして軽く土をかけて押さえていますね。この程度でまた50センチ、5、6粒つまみまして、5、6粒巻きます。同じの繰り返しですね。やって5、6粒巻いて土をかけます。種をまきましてですね、これ完熟堆肥ですね。この上に完熟堆肥、これをかけます。トラクターでなった目溝がここにありますので、ここにですね、これを利用しまして、ここに堆肥を入れます。この上にもかけますね、少しね。これでですね、発芽しましたらですね、悪い株を間引きしましてね、最終的には1本に残します。そしてこれあと1回ですね、発芽しましたあと追肥をしますね。化成肥料、これは堆肥だけですのでね、はい、以上です。